も多くのファンが集いました。セパ交流戦、福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースの1回戦をここみずほペイペイドーム福岡からお伝えします。今日の解説は監督として3度のリーグ優勝、5度の日本一に導いた元ホークス監督の工藤公康さん、そしてタイガース OB の赤星憲広さん、実況を三橋大輔でお伝えします。工藤さんも先発投手でいらっしゃいましたが、どのような気持ちで先発のマウンドに臨んでいましたか？いつも通り自分がやってきたことを信じて投げるだけです。なるほど、いつも通りの自分のピッチング、これをいかに出していくかというのが大切なんですね。まずはホークスの先発大関がみずほペイペイドームのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。打ちました、流しました、レフトの前に落ちました、ヒット。これで5試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。タイガース打順は2番セカンドの中野を迎えます。一塁に今シーズン15個の盗塁を記録している近本浩二を置いてのこの場面、先制のランナーがここは動いてくるんでしょうか。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。打ちました、左中間に大きな打球、これはどうか、伸びていく、センター左へのヒット、バッターランナーは二塁到達、ホークスピンチになりました。ノーアウトランナー三塁二塁、さあホークス先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。そうですよね。さあそのマウンド上の大関、どういったピッチングを見せるのか。最初は変化球できました、ボールになります。ボールが先行します。外高め決まってストライク、打ちました、三森一塁送球アウト、ワンアウトです。まあこの調子でね、しっかりアウト取っていきたいですね。さあこの場面、4番の大山がバッターボックスです。まずはボールから入りました。打ちました、痛烈、これはセカンドライナー。5番サードベースマン佐藤輝明、背番号8。そして打席には佐藤が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。先制点っていうの大きいですからね、なんとかしのぎたいところですね。なるほど、そうですよね。ノーアウトからの2者連続ヒットでしたが、なんとか2アウトまでこぎつけました。まずはボールから入りました。2アウトながらランナーは2塁3塁、バッターボックスには佐藤、なんとしてもここで止めたい。マウンド上大関、外へのスライダー、ここは見極めています。大きく外れていきます。フォアボールのランナーを出しました。これで2アウト満塁、結果はフォアボール、ピンチを広げました。もったいない結果となってしまいました。セカンドランナーも今ホームイン、ノイジー、目の覚めるようなタイムリーヒット、2
2対0になりました。ホークスなおも三塁一塁のピンチ。大関智久ストレートを弾き返され先制点を献上してしまいました。まあもう少し慎重に行きたかったですね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。いやもうこれ以上ね点差が開くと厳しくなっちゃうのかなって思うんで、まあここはなんとか踏ん張りたいところです。さあこの場面で打席には7番の前川が入っています。初球打ち、この打球はフライになっています。ショートに任せます。取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガース鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2対0タイガース先制です。ホークスのスターティングラインナップです。1番セカンド三森、2番ファースト中村、3番センターには近藤、4番サード山川、5番ライトには柳田、6番指名打者栗原、7番ショート牧原、8番キャッチャー峰井、そして9番レフトは柳町です。タイガースマウンドに上がるのは先発のビーズリー。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは三森。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。初球ストライクを取りました。スピードボールを持っています。これはバットが泳ぎます。ノーボール2ストライクです。高め打ちました。ヒットになった。先頭バッター出ました。ホークスノーアウトランナー1塁です。さあ一塁にランナーを出していきます。バッターボックスには中村。先頭打者がうまく合わせていきましたね。工藤さん、そうですね、相手ピッチャーの不安定なところをうまく捉えましたね。なるほど、そうですよね。際どいコースに送ってストライク。ここはダブルプレーを狙う守備体制を敷いてくるんですかね。そのようですね。見逃してこれで追い込まれる形となりました。バッターの中村、引っ張った。ファーストが前に来る。取った。二塁送球アウト。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。バッターボックスは3番近藤。ゲッツー崩れでランナーは残っています。打てば長打になりそうなボールでしたよね。はい、そうですね。抑えの効いたいいボールですよね。はい、アウトローのストレート空振りです。ノーボール2ストライク。アウトコース打ちました。掴んで2アウトです。打順は4番山川。2アウトになっています。決まりました。改めてこの山見逃して三振になります。際どいコース決まりました。追い込まれていたわけですから低めでも打ちに行かないといけませんよね。はい、長打の期待もありましたがあえなく三振です。2回に入ります。タイガースの攻撃。さあタイガース打順は8番キャッチャーの長坂を迎えます。大関相手にここから上位打線への流れを作っていきたいところです。さてホークスの先発は大関智久。初球ストライク。
塁目打ちました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。さあタイガース打順は9番ショートの小畑を迎えます。大関相手にここから上位打線への流れを作っていきたいところです。先頭バッターの長坂を抑えてワンアウトになっています。初球ボール、甘い球はあっさりと見逃しました。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。いやさっきはね芯で捉えられてましたね。ええ、いやタイミング合ってるんですよ。ここはね慎重に打ちました。ショート取った、2塁を送ります。セカンドホースアウト。タイガース打順は2番セカンドの中野を迎えます。一塁に今シーズン15個の盗塁を記録している近本浩二を置いてのこの場面、ここは機動力を生かして近本が動いてくるんでしょうか。走ってきた、キャッチャー送球して盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるの分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。ツーアウトながらランナー二塁、バッターボックスには中野。何としてもここで止めたい。マウンド上大関、打ちました。センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。近藤が抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。2対0タイガースがリードしています。2回の裏になります。追いかけるホークスの攻撃、バッターは5番ライトの柳田。ホークスビハインドで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから、丁寧につないでいきたいですよね。そうですね。インサイド決まっています。スピードボールを持っています。ファウルになります。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の栗原。ビーズリー、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球できました。ボールになります。の球ストライクになります。155キロ、今度は振っていきましたが、これは厳しいコースでした。打ちました。ヒットになった。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。バッターは7番に入っている牧原。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコースストレートが決まっています。スピードボールを持っています。インコースに切れ込む変化球、相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで。3球目打ちました。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁二塁、そしてバッターボックスには峰井が入っています。さあ同点のチャンスです。ここで追いつけたら理想的ですよね。早いに越したことはないですから。なるほど、そうですね。
球打ち、セカンド取った、一塁へ、一塁アウト、その間にサードランナーホームイン、ホークス1点返しました。2対1になりました。さらにチャンスは続きます。そして打席には柳町が入ります。工藤さん、下位にこういうチャンスに強いバッターがいますと相手からすると非常に怖いでしょうね。この打順にね、こういうバッターがいるっていうのはピッチャーとしてはちょっと苦しいですね。そうですよね。さあ、2アウトながら得点圏にランナーは残した状態。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。素晴らしいストレートでしたね。はい、低めのストレート、ストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました。ファウルです。高め打った、お手元の当たり、ファーストが抑えた、一塁アウト、これでスリーアウト。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。しかしこの回ホークス点差を縮めていきます。2回の裏、2対1、ホークスが1点差まで追い上げました。赤星さん、まっすぐの走りなど含めて今日の先発の出来、どのように見てらっしゃいますか？まあ失点はしましたが、まっすぐは走ってますし、打ちました、牧原、アウト、ワンアウト。先ほどの打席、セカンドライナーの4番大山、まずはワンアウトを取っています。インコース決まってストライク。打ちました、これはどうか、ボールを拾ってアウト、ツーアウト。バッターは5番の佐藤、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウト、ランナーありません。初球打ち、この打球はフライになっています。峰井が掴んで3アウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。2対11点リードはタイガースです。赤星さん、この展開ですから序盤のうちに少しでも点を返しておきたいところですよね。まあそうですね、早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですね。さあ、なんとか点を取りたいこの回です。これで連続の見逃し、インサイド打ち上げました、左中間に上がった、ここは打ち上げています。レフトが取りました、ワンアウトです。前の打席はファーストゴロでした。バッターの中村、ビーズリー、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド決まっています。打ちました、ボテボテ、取りました、ツーアウトになりました。バッターボックスは3番の近藤、さっきねスライダーにやられちゃったんですよね。はい、今度はその球種を狙っていくのもありですよ。なるほど、あえて狙うということですね。今度は振っていきましたが、これは厳しいコースでした。三振です。スリーアウト、チェンジ。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終わって2対1、タイガースが1点をリードしています。4回に入っていきます。タイガースの攻撃、バッターは6番ノイジー、先ほどライトへのヒットを放ち、タイガースが先制に成功しています。いや、バッター弾き返した打球はレフトへ、しかしこれは追いつくか、レフトが取りました。先ほどの打席はショートフライ、7番の前川です。まずは先頭のノイジーを打ち取っています。初球打ち、大きな打球になった、この当たりはどうか、伸びていく、伸びていく、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁到達、これで4試合連続安打、ワンアウト、ランナー2塁となりました。
ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。そしてバッターボックスには長坂が入っています。さあ追加点は許したくないところ。また初球、大きな打球だ。レフト深いところ破っていきました。二塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。際どいタイミング、二塁タッチアウト。大関から見事1点を追加するタイムリーヒット。3対1ホークス、もうこれ以上点はやれません。ここはうまく引っ張られてしまいました。得点を許しています。まあ配球をちょっと読まれていたのかな。試合中盤、徐々にリードを広げられています。バッターボックスは9番の小畑。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ホークス、この回追加点を許しています。工藤さん、今日は調子が出ませんね。引っ張った。中村、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。3対1タイガースのリード広がっています。ソフトバンクホークス4回裏の攻撃になります。山川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。バッターは5番の柳田。先ほどはストレートで空振り三振に倒れました。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。先頭バッターの山川を抑えてワンアウトになっています。キレがありますよね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ここは臭いところも打っていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待って。見逃し三振。ちょっと打てるボールが来なかった感じでしたね。いやー、そうですね。さあどうやって打ち崩していくのか。三振でツーアウトとなりました。初球ストライク、打ちました。オーバー、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終わって3対1タイガースがリードしています。工藤さん、ベンチとしてはそろそろリリーフも考えているでしょうね。いや、まだ変えないんじゃないですか。このまま行っていいでしょう。はい、ベンチはどこで継投策投じてくるんでしょうか。2球目打ちました。これはセカンドライナー。先ほどの打席はセンターフライ、2番の中野です。まずはワンアウトを取っています。工藤さん、先発として一つの打ちました。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。ホークス、その差を3点に広げられる痛い一発となりました。初球でした。前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。ホークス追加点を許します。4対1、ここで悔しい一発を浴びています。その差を3点とされています。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。まあタイミング合ってましたからね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。バッターは3番ライトの森下。ホークス、この回追加点を許しています。打ちました、取りました、アウト、ツーアウト。バッターは4番の大山。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウト、ランナーありません。最初は変化球できました、ストライクです。これで連続の見逃し。
ちました。三森、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。4対1、タイガースのリード広がっています。赤星さん、なんとかこの辺りで得点が欲しいですよね。まあそうですよね。逆転するためにもまずはこのイニングで少しでも点差を詰めるような攻撃をしてもらいたいですよね。はい、得点なるかこのイニングです。空振りになります。ここは155キロを計測しています。今度は見ましたが、これは入っていました。インサイド落ちました。これはどうだ、センターに抜けました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。先ほどはセカンドゴロ、8番の峰井がバッターボックス。今日は1打点を挙げています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ストライク、ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。ここは相手バッテリーがゲッツーを狙ってくる場面かもしれないです。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。ビーズリーが抑えています。ワンアウト。さあランナーを一塁に置いています。バッターは柳町。ここは思い切ってエンドランを仕掛けるのもいい作戦じゃないですかね。さあ仕掛けてくるでしょうか。今度は手を出していきましたがバットに当たりません。これはバット出ず三振です。ビーズリーはここまで毎回奪三振。今日はねボール素晴らしいと思います。そうですよね。打ちました、取った、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。5回終わって4対1、タイガースがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは1回の表、先制のピンチ、6番ノイジー、ランナー2人を返すタイムリー、ホークス先制点を奪われます。2回の裏、チャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、同点とはなりません。4回の表、ワンアウト2塁の場面、8番長坂、その初球をしっかり弾き返します。ホークス1点を追加されます。5回の表、ワンアウトランナーなしから2番バッター中野、初球から狙っていました。ホークス1点を追加されます。さあ試合は6回表、ホークスここで投手の交代です。大関に代わって津森勇樹がマウンドに上がります。今シーズンは34試合に登板、9ホールド、3点差ビハインドの場面ですが、小久保監督ここは津森に託しました。先ほどの打席はキャッチャーフライ、5番の佐藤です。ホークスビハインドで迎える6回です。インサイド弾き返した打球はセンターへ、飛距離はありますが守備範囲内か。近藤を抑えてワンアウト。バッターボックスは6番のノイジー。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ワンアウトランナーなしです。初球打ち、この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。バッターボックスには指名打者の前川。なんか今日タイミング合ってるようなんでね、配球、ちょっとここをね工夫したいです。初球打ち、ここは打ち上げています。牧原が抑えて3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。4対1、タイガースがリードしています。今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。打順は2番中村、
先ほどはスプリットに対応しきれませんでしたね、ええ、ここはねその球種を狙ってやり返したいところですね。なるほど、次はしっかり打ち返していきたいですね。この後には近藤が控えています。ランナーを置いてなんとかつなげたいところ、バットを出してしまいました。追い込まれています。引っ張った、ファーストゴロ取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターは3番の近藤。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。先ほどはちょっと消極的だ。初球打ち、これはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ノイジーが掴んで2アウト。打席には4番バッター山川。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになって打ちました。ピッチャーゴロです。1塁アウト、3アウトです。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終わって4対1タイガースがリードしています。工藤さん、リードを許して終盤に差し掛かってきたわけですが、残り3回もう1点もやれない状況ですよね。確かにね、1点取られると苦しくなるんでね。バッター山川、アウト、ワンアウト。バッターは9番ショートの小畑。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。まずは先頭の長坂を打ち取っています。インサイド見送っています。工藤さん、よく言われますが、少しこう低いところから投げられるというのは非常に打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。前の打席はセカンドライナーでした。バッターの近本、ツーアウトランナーありません。打ちました。取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。4対1タイガースがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブンホークスの攻撃に入ります。試合は7回裏、タイガースはピッチャー交代、石井大地がマウンドに上がります。本日は先発のビーズリーが6回1失点で勝ち投手の権利とともに降板。さあ、リリーフを任された石井が3点差リードの場面、一体どのようなピッチングを見せてくれるのでしょうか。バッターは5番ライトフィールダー柳田。ファウルになります。ちょっと振り遅れてましたよね。変化球を待っていたのかもしれませんね。打ちました。ショート前に来る。取った。柳田、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは DH 栗原。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせるようなボールをしっかり見極めたいですね。2球目打ちました。ショート取った。2塁へ。2塁アウト。1塁転送アウト。ダブルプレー。7番の牧原が打席に入ります。牧原は今日2打数2安打と当たっています。今日は打ちました。サード取った。1塁アウト、3アウトです。ホークス、この回ランナー出ましたが、結局3人で攻撃を終えています。7回終わって4対1タイガースがり。さあ、試合は8回表、ホークスここで投手の交代です。津森に代わって武田翔太がマウンドに上がります。今シーズンは4試合に登板、2ホールド。3点差ビハインドの場面ですが、小久保監督、ここは武田に託しました。バッターボックスには2番の中野。先ほどの打席でソロホームランを放っています。先ほどは初球を豪快に運んでいきましたね。赤星さん、そうですね、ここも積極的に来ると思うんで、じっくり行きたいです。引っ張った。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。今日の森下は3打席当たりがありません。工藤さん、今日はヒットを打たせてもらえていませんね。ここまでね。引っ張った。サード取った。アウト、2アウト。打順は4番大山。今日はまだ当たりがありません。赤星さん、
今日はヒットを打たせてもらえていませんね。まあ一発のあるバッターなんで、ここまで打ってないとはいえ油断はできませんよね。なるほど、そうですね。2アウトランナーありません。わずかに左に切れました、ファールボール。低め厳しいコースですがボール先行です。2ボール2ストライクです。打ちました。詰まりながらも右中間へ、伸びる、伸びていく、柳田が抑えて3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。4対1タイガースがリードしています。試合は8回裏、タイガースはピッチャー交代、ハビーゲラがマウンドに上がります。チームはここまで3点差のリード、岡田監督ここで変えてきました。さあベンチの期待に応えるピッチングを披露したいこの場面、注目しましょう。先ほども打席ピッチャーフライの8番ミネイ、ホークスビハインドで迎える8回の攻撃です。赤星さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。そうですね、とにかくこの回に1点は取っておかないといけないと思いますね。なるほど、打ちました、入りました、ワールドです。見逃し三振、ワンアウトです。9番の柳町ですが、5回裏の打席ではフォークで見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は良くないですよね。はい、今度は思い切っていってほしいですよね。うん、そうですね。ワンアウトランナーありません。変化球空振り、2アウトになっています。前の打席はセカンドゴロでした、バッターの三森。2アウトランナーありません。狙いが定まっていないようです。変化球空振り、3アウトチェンジ。ご覧いただきましょう、最後は空振り三振に倒れてしまいました。まあバッターの想定する軌道とずれて曲がってきたのかもしれませんね。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって4対1タイガース。さあ試合は9回表、ホークスここで投手の交代です。武田に代わって大津亮介がマウンドに上がります。今シーズンは14試合に登板、1ホールド、3点差ビハインドの場面ですが、小久保監督ここは大津に託しました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。反対方向にも長打が打てるバッターなんでね、内でも外でも厳しいボールで攻めるしかないですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ちょっと甘いコースでしたがバットは出していきません。ボールになります。打ちました、ショート弾く、ボールを拾って、これはショートのエラーです。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ点差を離されたくない場面ですが、ノーアウトで追加点のランナーを背負います。バッターボックスにはノイジー。ここはエンドランに対する警戒も必要かもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。という間に2ストライクです。3球目見送っています。ボール、真ん中打ちました、これはどうか、レフトの前、あっという間にレフトへ、セカンドフォースアウト。先ほども打席ショートフライの7番前川、ワンアウト、ランナーは入れ替わっています。初球ボール、
変化球タイミング合いません。胸元へ決めてきました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。高めのボールヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウト三塁二塁です。さあホークス、得点圏にランナーを背負った場面です。ここに来ての追加点は勝敗に大きく響きますから、絶対に抑えないといけませんよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の大津、このピンチをどう切り抜けてくるのか。まずはボールから入りました。セカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ストレートを見事に弾き返してダメ押しの2点タイムリーヒット。6対1になりました。ホークスこれ以上離されるわけにはいきません。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、さらに厳しい状況になってきちゃいましたね。最終回非常に苦しい展開となってしまいました。バッターは9番の小畑。弾き返した打球はライトへ。ライト掴んでツーアウト。先ほども打席ショートゴロの1番近本、ツーアウトになっています。打った、ライトセンター追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ホークス追加点を許します。8対1、ここで一発を浴びてしまいました。バッターは2番セカンドの中野を迎えます。今シーズンの成績は254打数78安打3割7厘27打点という内容になっています。タイガースこの回7人目のバッターになります。2球目打ちました。ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。8対1タイガースのリード広がっています。9回裏タイガースはピッチャー交代、ゲラに代わって富田蓮がマウンドに上がります。岡田監督、ここでカードを1枚切っていきます。さあ7点差、大きな援護をもらってのマウンド、一体どのようなピッチングを見せてくれるのでしょうか。初球ボール、ストライク、見逃しました。打ちました、セカンド正面のゴロ、セカンド取る、アウト、ワンアウトです。打順は3番近藤、今日はまだ当たりがありません。赤星さん、今日はここまで元気がありませんね。そうですね、今日は打ててないんで一発狙ってるんでしょうけど、大振りにならないように注意したいですよね。そうですね、ワンアウトランナーなし、見逃して三振になります。あえなく三振です。バッターボックスは4番の山川、今日はまだ当たりがありません。工藤さん、今日はここまで元気、初球打ち、この打球はフライになっています。内野フライ掴んでアウト、これで3アウト、最後いいところなく試合終了です。残念ながらソフトバンクホークス敗れてしまいました。赤星さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、ただこういう負け方の方が案外選手の気持ちを切り替えやすいんじゃないかなと思いますね。いや、そんなもんなんですね。次の戦いに切り替えてほしいところです。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のホークスですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはホークス敗れてしまいました。
今日の解説は工藤公康さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでみずほペイペイドーム福岡から失礼します。